ボール先行で来るかって言われたら微妙か。じゃあこうか。ボール先行やないかい。押し出しがあるのに。ああ、最低限。いいね。いい。それができるのはいい。OK。フォアボールをもらって、塁を埋めて犠牲フライを打つ。決して子供たちに見せられる野球じゃないよ。けど勝てばいい。少年野球でそんな姿見せてほしくないけど。フォアボール取って、犠牲フライ、ランナー埋めて、そんな少年野球見たくないけど。あんま高校野球も見たくないけど。それでいい。プロはそれでいい。実力が足りないから。何こいつ、猛打賞を記録してますやん。打つな、こう。もう一番おもんないやって。オリジナル選手が打つのが。リアルの選手だったらなんかさ、打たねえだろ。お前すげえな、やっぱ打つんだなって言えるけどさ、オリジナル選手が打っても何も言えないんだって。さあ、マリーンズ、先制のピンチです。ああ、しか言えないのよ。その、おい、おもんないっつっただろ。誰に対して怒ればいいんだ、これは。てか、マイニング違うのかな、多分じゃあ。おいおい。知ってますか、ワンボールのリアルの打率。1割もいってません。意味がわかりません。これが果たして平等なんですかね。果たして。まあ、ある意味平等なんだけど。ある意味平等だけど。1割もいってない。これが台湾の手法ですか。台湾の手法じゃない。コナミのお気に入りです、こんなの。ああ、見ていけじゃないな、多分。さすがに変えてきたか。押すな、なんだこのアングル。初めて見たかもな。ペナントやってて初めて確定見たかも。初確定だ。ちょっと速すぎて、もう演出が短すぎるし、打球速度は速すぎるし、速すぎる、あまりにも浸る時間がなさすぎた。あ、しゃあないな。うますぎるだろ、おい京太。待て待て、なんだ今の踏み込みは。あの踏み込みおかしいだろ。おい、当たってないか。おい、盗塁成功。盗塁成功じゃなくてさ、当たってないか今。あ、 A なんだ、トンサキ強。トンサキは、パリーグ TV が作ってんのか、このゲームは。こんな強くないだろう。守備はうまいけど。パワプロで早川葵ちゃんが。あ、和田くん。あれはオコイか。あれは、オコイか。まさかここに帳尻合わせてきたのか、お前。あれは絶滅危惧種オコイだ。まあでも実際なんか2軍でも成績いいらしいからな。認めざるを得ない試合内容だしな、リアルでは。早い、和田君。おいおいおい、なんだこいつ。は、やば、見てなかったもん。もうめちゃくちゃ井口監督冷静な顔してるけど、内心俺と同じリアクションしてただろう、多分。レフト前ヒットで余裕のホームインだからな。ストライクが入りませんか、安楽さん。どこなの、スタートおかしいって、模擬の。絶対おかしい。こんなスタート位置なわけないだろ、ショートが。何これ、スタートおかしいだろ、お前。知ってるやん、もう。かわいそう。勝負では正直、守りの確実な時に使いたいんだよな。
でも高橋勝負だ、良かったかもな。でも高橋だってここが高橋だってなんだ、どこ守ってんの、バカなんか。タッチはアウトかい。優しいやん、もうタケローが。あいつらどこは持ってんだろうって思った後にアウトなってくれたやん、タケローが。そんな寄ることある？あの、柳田とか吉田正尚とかでしか見ないシフトやったけど。まさか勘違いしてる岡島タケロー。そこまで引っ張らんくないか。知らんけど。岩崎さんすいません、不安すぎます。岩崎さん大丈夫ですか。岩崎さん大丈夫か。岩崎さん、岩崎さん、岩崎だった。昇級事実、岩崎でした。すいませんでした。おいおい、最悪なんですけど。こんなにもオリックス引きされて。山本由伸とさ、正隆いるんだから強くしなくてもいいだろう。見てられっかよ。いいいい、もういい。ごめんごめん、帰ります。監督帰ります。ありがとうございました。ちょっとあの、戸締まりだけしっかりしてね。戸締まりだけしっかりして、マリンから帰ってもらって。いい、もうひいきが過ぎるもん。いや、勝つか、勝つんかーい。うん、監督がいらなかったな。岩崎も怪我しに来た D なん。落ちたやん、もう気持ち悪い。何これ、気持ち悪いゲーム。誰だ0.7のりもとみたいなのがいたけど、誰？ちょ、昨日の試合落とすのかな。石川不調やし、勝つ気があるんかね。本当、勝ちたいという思いが伝わらないんですけど。いや、まあ監督受けますよっていう目で見てくれてる選手が一人いるけど、今日リアルで登板したけど、ちょっとあなたは投手コーチとして取ったんだ、すまねえ。監督いけますよね、目で見ないでくれ。無理だ石川さん、あなたじゃ無理だ。もうさすがにストレート9位 G のスタミナ F は無理だ。